突撃隣の防波堤俺の近くということで、マエケンの近所に来ています。近所ですね。どうすか最近。最近はポツポツとポツポツと、ワンチャンあればちょっと肩のいいやつが入るかなって感じです。なるほど、それで連絡してきたわけですね。そうですそうです。ということで本日はついにシーズンインしているのかしていないのかどうかを見に来てみました。ですです。はい、ですです。ということでマエケンのルーティーンね、まあ釣りはほらうまいこと言えんやん、今さっき俺が喋りますとか言って言えんかったということで調査をしつつちょっとまったりと、まったりとしましょう。はい、フィッシングルーティーンやっていきましょう。やりましょう。はい、頑張るぞ。もうねパチャパチャ言ってるんでね、早速投げたいと思います。はい、お願いします。第一投この位置からこの感じで投げる珍しいスタイルで言ってますね。でしょ。なぜ上に上がらないんだっていういやいや、なんか取りにくいかなと思っていや別にこう一段上がるだけだから大丈夫ですけどありがとうございます、カメラのご心配していただき、ということでね、はい、さあやっていきましょう。はい、やっていきましょう。あのね、ちょっとね静かに、はい、ちょっと声が聞き取りにくいかもしれないですけど静かにして、某所の街中の防波堤でやっております。おおい、当たったよいいんじゃないですか。まだまだあれやね、多分まだ、今ね表層引いてるけどね、やっぱちっちゃいんかな、ね、うん、バシャバシャ。息のエリアで言うならいつもまあ何回かやったことのある南側のエリア。南側ですね。はい、最近行ってますか。最近、うん、こっそりうん、こっそりと、おいおい、いやいや行ってますよちゃんと連絡しろ言うとるやないか。行ってます行ってます。はい、ポツポツ連れてるから来てくださいと。そうですね、いいのが出るかもしれませんと。いいのが出る、たまに出るたまに、たまに、その回遊ですね。うん、ちょっとそろそろ出てくれないと。そう、いつも言ってる2月、2月、3月、さあどうなのっていう感じなんですけど、マズメなんて売ってますか。マズメはこの感じしか売ってないですもんね。ああ、まだナイトゲームしか売ってない、なるほど。ナイトゲームでポツポツ出ていると、うん、マズメがねちょっと、うん、言い訳したらダメなんですけど現在こう会話してますけども、何一つ、うん、化学反応が起きませんこれでお送りいたしますいやダメだろダメだろ、何か一つ面白いこと言ってくれ。一つでも二つでもいい、うん、一滑りしたけんねまあそういうことで本当に一段上がればいいね俺そっからいつ投げようってそこ上がった瞬間、うん、海に落ちるっていうのもありですけど、夜の海はやめてくださいと冬場の海死にます傍観してるんだからこれじゃでも今日は久しぶりにないだね。ないだっすね。うん、午前中ちょっと風吹いてましたけど。午前中吹いてました。うん、昨日まで結構しけてたしね。昨日はなんか、うん、あられ降ってたね。そうそう、降ってきたって果たしてどうなのよっていうタイミングで来てますけど。そうですね、どうなんでしょうかね。はい、交互期待ということで。ですです。そうですね、ヒットシーン待ってます。頑張ります。あ、来た、ほら来た来た、言った瞬間来たよ、言った瞬間来たよ。どうなの、やっぱ乗った方がいいっちゃない。魚分からんし、魚分からんもうこの抜き上げたんだけど、おい、一匹目、ナイス。まだまだこのサイズかもしれないですね、うん、この時間帯でも、ちょっと待ってね、はい、ね、このサイズですね、このでも、うん、久々に来ましたけど、はい、一発目結構やっぱ時期的なものがあって、うん、いい中味が一発目から、ね、一発目来てますね。いいよいいよ、どんどん行こう、どんどん。じゃあ次も行きます、連発動画行ってみよう。
ということで、おいしょーい、連発連発、いいよいいよ、立ち上がりいいよ、いいよね、うん、いいよいいよ、おいしょーい、いいよいいよ、来たよ、来た来た、いいよ、さあ飛んでいこう、いいやん、いいでしょ、あなたの地元いいやん。まだね、でもね、サイズがね、やっぱり、いや、この状、どうなんやろ、2月の、3月の通常の時期よりは確かに良くはないけど、うん、去年からの下り考えて、うん、結構調査してもらったけど、こんな感じじゃなかったやん、やっぱ。そうね、何箇所も回ったね、うん、何箇所も回って、まあ20センチ前半とか25センチとかが最高だった記憶があるんやけど、出だしから中味っていうのはやっぱ2月のこの時期からって言ってるですね、うん、感じがいいスタートじゃないかな、うん、いいと思うよ、じゃないかなってじゃないかな、そこら辺突っ込んでくれない、うん、そこら辺を不思議と思わない前見、うん、ダメだダメだ、うん、釣ってください、釣ります。でもないで、ないでよかったね、ほんとよ、昨日まで爆風みたいな感じでビュービューって、うん、こんな泣くなんて、いつ撮影に行けん、おいしょ、いいよ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 、いいよ、あのこの空気を読まない感じ、うん、いいよ、うん、魚も読んでくれないとね、うん、でもやっぱ2月っていうのは、やっぱ2月3月っていうのは通常いつも言ってるけど、一番いい時期だと、いい時期と思うよ、うん、でもね、こうでも楽しめればいいけんね、サイズとか問わず、その時期も時期でも、まあね、通常なればそれでもいいとは思うけど、うん、やっぱ求めるとこは求めていくのが我々生き島アップ、そう、うん、騒いでおります、騒いでおります、味も騒いでおります、元気な味です、元気な味が釣れております。まあとりあえず今日はなんか平均的にサイズ取れそうな感じなんで、うん、どんどんやっていきましょう、おい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 、合わせきれないぞ僕。ちなみにワームのカラーは、まあ、シルバー、ね、おお、やっぱ生島定番カラー、シルバー系、シルバー系、クリア系、うん、この時期はね、やっぱベイトの確率が、餌のね、うん、そう、感じがもう小魚系にシフトしていく時期なんで、もうこのカラーが鉄板かなと、うん、最初はこのカラーから行ってもいいかもしれない、そうよね、だいたいシルバーベイト系で行って、うん、あとは天候に合わせてっていう感じですけど、青とかもいいかもしれないね、うん、イワシカラーか、そこら辺を調査系カラーの基本ベースとしてやっていってっていう感じかな、あと最近雨も降ったしね、あ、降った降った、うん、さっきも言ったけど、ほら昨日も雨とあのあられ、そう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 、バリバリ降ってたよ、やっぱそういう天気の変化なんかもあり、うん、そろそろいいんじゃねっていうタイミングで迎えた本日でございます。そうですね、でそのタイミングでマイケンから連絡あって、取り行きましょうよってなったんですけどね、さああとはヒットシーンを続けていただくだけでございます。わかりました、立っていいですか、ちょっと足にしびどうぞ。何一つ、俺とマイケンが来るとトークの幅が狭くなる、狭くなる、うん、うまく融合できない、うん、おいしょー、いいよいいよ、ちょっとサイズいいんじゃない、サイズいい、マジ、いやでもいいよ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 、コンスタンスに来てる来てる、いい感じいい感じ、よいしょい、やりました、ちょっとストップ、ちょっとストップ、はい、ありがとうございます。おお、いいねいいね、やっぱいいわ、太鼓いいわ、
よく弾くけんね。うん、いいよシーズンインが、うん、でも丸飲みにしかもガッツリいってる。あ、いいね、食いがいい食いがいい、うん、やっぱベイトカラーこの時期強いね。うん、よし、どんどん行きましょう。はい、どうも選手交代、お疲れです。お疲れです。英検も久しぶりやな。久しぶりやね。正月以来正月以来で、一応ちょいちょい調査はしてたんですけど、なかなかいい超過に恵まれんくて、うん、でどうしようかなって思ってた子にオタクから連絡がありまして、うん、ちょっといいとこいい感じになってきたんで、カメラどうですかつってカメラ持ってきたけど、頭からつるやん頭からつるやんそれは釣りたくなるやん。なるなる。ということで準備しました。ということでパターンちょっと変えてみます。うん、とりあえず、うん、頭はこんな感じ、うん、あの網系パターンに変えてみようかなと思って、とりあえずあのさっきマイケンが、うん、あのベイトパターンで見てみたやん。見た見た、シルバー系やったね。釣れたやん。で果たしてそのベイト、うん、が、あのベイト好きの魚なもんか網好きな魚なもんかどうなのかなっていうことで、あえて網パターンカラーでいきやす。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ AK どんな感じで攻めます？え？1投目から。1投目から。え、どんな感じで攻めてました逆に？俺僕表層。表層？うん。上の方。上の方。ばかり。うん。アクションとかは？アクションはね、最初ちょんちょんちょんってきて、はい、止めての、はい、またこう跳ね上げ2回ぐらい跳ね上げして止める。はい、なるほど、うん。そういうことか。うん。それを表層というか 10カウントぐらいでしてます。あ、10カウント、うん、じゃああえてちょっと逆行ってみます。あの中層からちょっとボトムの方攻めていってみようかなと思います。ちょうど潮の感じも今いい感じ、いい感じ上げてきて、多分動き出しぐらいかな。なるほどっすね。たくさんの情報ありがとうございます。いい。2番手はこれだからやりやすいのよ。1番手は分かりづらいから。あの調べてきても入ったらね。うん、分からんけんね。その日刻々と状況は変わっていきますんで、うん、それがたとえね鉄壁と言われる2月でも来たらね絶対釣れるっていう保証はないし、うん、ね何喋ってんだこいつって思う。魚釣り対してしてねえのに。でも一応最近やっぱ2月3月ってなったら僕たち目の色ギャンギャン変わるじゃないですか。変わりますね、うん、やっぱ2月3月ってか一応そのマズメのメタルジグとかもまあ回数いってないですけど、うん、行きました。でまだ状況があんまり良くないかなっていう印象があって、うん、とりあえず迷走してたんですよね。迷ってたんですよね、いろいろと、うん、僕なりに考えてたんですけど、なかなかその釣りに行く一歩が踏み出せなくて、そしたらね前のケンさんから、あ前ケンさんから、うん、あの声がかかりまして即電話しましたけどね、うん、2人で来てますっていう感じですね。はい、とりあえずやっぱこう出だしからいい感じの中味が来てたんで、助長は助長？助長でいいですか？助長でいいと思う。前兆？前兆か。前兆はあるのかなと、あの前ケンと2人で話してました。あのカメラ回ってないところということで1匹釣りたいと思います。よろしくお願いします。ヒットシーンをどうぞ。あざっす。あれからあれからっていうその子ですけど止まったね。止まった。出だし良かったっすけど、ね、おー出だし良かったね。出だしは良かったんやけどね、ちょっとなんか印象的に回ってる群れが小さい感じもありますけど、うん、どうですか後ろ田さん。前田ですけど、前田ですけど、え前田、うん、前田でいいの、うん、前健さんじゃない、前健さん、前健さん、前健さんですよね。そうですね、前健さんですよね。前田さんじゃないですよね。そうそうそう、前健さんですよ、前健さんです。ということでね、見事に滑りました。あざっす。お待たせしまして。安定の滑り、あざっす。
名前は間違えるし前田さんってどなたですかっていう話なの、うん、あ、そうよね、うん、まあまあまあそこは深くは触れんけどまあ話は戻そう、話は戻そう。止まったね、やっぱ止まりましたね。うん、バタバタって入ってきてバタバタってまたおらんくなるっていう状況を繰り返しているわけですけども、はい、多分群れが小さいんでしょうね。多分そうだと思う。でこの港を回りぐるぐるぐるって回って、うん、また戻ってきてるみたいな。多分こう結構入ってるんだね。まあちょっとまた様子見つつ、ちょっとここら辺の波止場を簡単に。そうですね、街灯をめがけて僕らも泳いでいくみたいな、うん、泳ぐ、いやいやいや泳ぎません、私たちは泳ぎません。ちゃんと車で移動させていただきます。お願いします。泳ぎません。泳いだら死にます。ちょっとあそこまではははは、もう失笑しか出ねえ、爆笑が出ねえわということでね、必死に面白く話を盛り上げようとしてくれている分かったマイケンさんですけども、見事に滑られております。本当ですよ、はい、これ以上私耐えられないので、いい加減ヒットシーンお願いします。分かりました、はい、どうぞ。あれ AK のヒットシーンもどうぞそのくだり完全に忘れてた。そうやった、そのくだり完全に忘れてたわ。とりあえずでもまだ、ね、もうちょいね、うん、当たりがあるし群れが港内回ってるみたいなんで、もうちょい頑張ります。もうちょい頑張ってみましょう。さて問題です、はい、次のヒットシーンどちらでしょうかということでね皆さんに考えていただいて、コメント欄等々にもどっちがヒットしたんだっていうのをね、うん、書いていただけるのかいただけないのか、それは別として、こうご期待。おい、いやいや、俺だ空気読まねえ、読まねえ、お前空気読まんの。お前ケンさん空気読まんよ。ほら来た、いい、そうこんな感じなんよね。そうこんな感じなんよ。ということでちょっともう一回お魚見せてください。取れる、うん、こんな感じなんよね。お魚も空気読まんし、マエケンさんも空気読まんし、一緒やないかお前一緒やないかはい、ということでやってきます。はい、所用所用所用、無双に入りました。これが This is マエケン無双。よいしょ、いい、ね、やば、今日平均よくない、うん、尺はいかんけどさ、うん、やっぱこうバンバン釣る、うん、中味がいい感じに釣り始めてる、うん、いいねいいね、 OKOK、 どんどん行こうよ、どんどん。さっきの下りのヒットシーン俺やったね、やっぱまたまた俺やった。うわなんか抜かし出したいやなんか抜かし出しましたよ、この人とうとう無双入りましたからね、マイケン無双。ただ一つ忘れないでください、はい、俺は忘れてない、味物語の時のマイケンのズーンとした顔をあれ言わないでしマジ俺はあの時はこんな感じだった公開されてないシーン多数やけどそうもうテンションやばかったもんね。やばかった、ちょっとそう、もう必死にカメラ声かけよっとにさ、それすら耳に入ってないっていう、特に終盤らへん必死やったもん、マジで。いいです、ナイス笑顔、ナイスマイ、ナイスサイズ、はい、うん、ふざけんなしおお、ちょっと俺ゆるくしてるかな。え、ドラッグ詐欺ですか。ドラッグ詐欺ちょっとドラッグ詐欺しよーしワンテイク取り終えたぞって思ったらすぐ当てるっていう。え、今日このスタイルで釣るのがいいんですか。おお、ドラグ出よう、ドラグ出よう、マジ、おお、ちょっと、マジ、おお、マジ、行くよ、行くよ、せーの、やばい、おい、やったよ、おお、ちょっと尺近い、尺近いよ、ほら、おお、
あ、ちょっと、もちろん、もちろん、ちょっとここら辺をカットで。ほら、来たよ。しょいよー、マジか。お、これ、借地か。うん、ワンちゃん、ワンちゃんとか言いながら本当にあったよ。あったね、流れてきたね、うん、流れてきたね。え、実現性、再現性あり、これ。うん、あった、ある。おー、いい。最高もいい。いい、最高や。うん。いやー、いいよ、いいよ。かっこいいね、なんかこれ。ピンチ。いいね、いいね、かっこいい、いい味。おお、いいね、やっぱ、うん、やっぱこれはあれですね、兆しが出てきた、うん、いや、今からやない、今からでしょう、うん、でも、あふれる笑顔る、うん、あの時ズーンってなってたのにおめでとうございます、はい、いい、えけえけ、はい、例えばさ、うん、いつかの、いつやったか動画でさ、うん、フローティングベスト、うん、あ、バカ開いたやん、やったね、やった、忘れてた、やったよ、うん、やってしまいました、うん、パッカリあれから、うん、新しく購入したん、買った買った、すぐ買った、すぐ買った、すぐ、どれどれどれ、これ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 どれ、これ AK の新しいやつ、そうそう、同じメーカーの同じやつ、うん、同じメーカーの同じやつ、あの安いフローティングでも、うん、ちゃんと作動するっていうのを確認できたので同じやつ買いました、これか、はい、ということでこれです、ね、あのどこのメーカーすか、これ、いや、無メーカ ー, ー, メ ー, カー、名前を聞いたことないメーカーなんですけど、うん、とりあえず作動が確認できたんで買いました安全第一あとは釣るだけ、マイケンばっかりにね持ってかれてるんでね、まだあの AK のヒットシーンが撮れてない。うるせえ。うるせえ。くそ。本当もうなんか知らんけどさ、撮ったらさ、うん、どやるよね。うん、どや。ちくしょう、どやりてえ。これあの、さ、さ、悪の心の声。心の声ので出まくり。まだ味つってないんでね。本当マジで。ね、これ釣らなかったら俺のシーン全か。やばことはないやば、カット怖い。でも楽しいね、ほんと楽しい楽しい、うん、釣れてるシーン撮るのも楽しいけど、やっぱ魚釣りてえわ、ほら向こうの方から鳥も応援してる鳥に応援されてる、鳥に応援されてる、めっちゃ泣いてるもん、ムーニーじゃないけど、あ、やめよう、いらんこと言わんね、あの女性ファンにの声聞きたいっていうのは、あ、ごめんもうやめよう、やめよう、もうダダも、え、何言ってんだ、来た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 、何言ってんだって、うーん、やっとやる、あの息っぽくないけど、うん、今日の味、今日の味うん、やっぱ前剣よりちっちゃいけど味、今日の味、うん、ありがとうございますありがとうございます、あ、多分このシーンカットもうほぼほぼ手前足元、待望のヒット、ちょっと時間かかった、次やっぱあれね、ほんと困るね、あいなか、うん、持続してこないんですけど、やっとおーい、このサイズ、おー、おーおーおー、気をつけここら辺はカットでいや、持ち上げて、よいしょ、いー、やっと来た、やっと来た、長かった、なんやろうね、持続性はないけど忘れかけた頃にあのノックされるね、うん、ノックオンザドアされるね、今めっちゃ投げたよ俺、沖に、うん、遠い遠い遠くて、うん、でも、なんて、どんぐらいって言えばいいかね、はあ、10、20メーター先から引いてくる感じ、あ、じゃない、20メーター飛びるか分からんけどさ、あちゅうことはやっぱこれは最近よく言っているフロートや M キャロ、うん、M キャロでも結構上やったと思う、あ、引いてきよったけ、結構軽め系の円筒系投げて、軽めで俺遠投できるのしたことないけまあ、あなたはしたことあるないは別として、あの、うん、今後あのね、一気に遠征来る人にとってはやっぱりありはありかもしれないね、うん、フロート M キャロ推進するのも、うん、
推進するのもというかおすすめするのもあり、ありと思います。うん、やっぱジグタンね、限られるけんね、うん、範囲のこの辺とか。そうそう、最近の動画でよく言ってますけど、うん、やっぱ円筒形を所持していきましょうと。僕らもですね、うん、円筒形をお勉強して、はい、伝えていければ、はい、そうですね。うん、あの某 M さん、某 M さん、あのも、所持していても使わないっていう、うん、そんなんじゃダメですよっていう。僕は所持もしておらんけど、所持しろ、所持していきましょう。やっぱこういう、やっぱ実調してみんとね、うん、魚がどの距離にいるかとか分からんけどね、うん、じゃあもうちょい頑張って、ちょっとあんまり一箇所に集中するのもあれなんで、うん、ちょっと近くに移動してみて、そうですね、また様子を見てみたいと思います。来た来た、やった。おお、しかもドラグ、ドラグ、デュール、デュール、待望の、待望の、お、いいサイズ、いい、いい、出すよ。おお、やった来た、やった。いいですか、一言言わせてもらっていいですか。はい、これが池島の味。痛い痛い、入ってない。あ、切れた。来たよ。おお、ほら、ちょっと切れてしまいましたけど、一言いいですか。いいですよ、改めて一言言わせていただきます。どうぞ。これが池島の味。痛い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 。緊張迷惑、緊張迷惑です。すいません、もうこれ以上大きな声は出しません。はい、やった、尺近いやつ、うん、来た。ありがとうございます。おめでとうございます。いい、いいで来た。おるよ、おるおる、おったおった。なんか知らんけど、うん、やっぱ網系に変えたら、うん、網系の反応が良くなってきました。いつの間に変えてたんですか。いや、さっきも網系やったやつだけど、うん、言いそびれてました。おるね、おるおる、まだまだ行こう。はいよ、おい、来ました、来ました、来ました。おお、よいしょ、よい、ぶり抜き。ちょっと落ちたかもしれんけど、やっぱおるね、うん、やっぱ今日はあれね、平均取ったらいいね。うん、平均取った方がいい、うん、平均揃った。、うん、いいよいいよ、こんな感じだね。はいはいはい、うん、いいねいいね、うん、こんぐらいのサイズでも楽しいね。うん、ただちょっと前半から中盤にかけてサイズが落ちてきたところもあり、うん、そろそろちょっと移動してみましょうか。移動しましょうかね。はい、移動します、移動します。移動してきましたよ、移動してきました。え、マイケルさん、ここはどこですか。さっきいた場所の対岸っす。いつものこと、対岸っす。そうそう、さっき言ったとこはちょっと港の中の防波堤を攻めてたんですけど、うん、そこから、まあ、まあ、場所の感じで言えば、あの造船場がある防波堤、うん、防波堤、テトラがついている防波堤に、うん、まあ敷石も入ってはいるところかな、対面、対面、対面、うん、にやってまいりました。果たしてどうなのでしょうかっていうところです。そうですね、はい、やってみましょう、やってみましょう。今ね、うん、1投目、うん、当たりました。当たった、いました、おる、います。おお、やっぱ一周しよるんやね、港の中、一周しよるでしょ。でさっきほら遠かったやん、うん、なんか結構 20m 投げたりとか言ったけどさ、うん、やっぱ遠いんやろうね。遠いっちゅうか、言うてここあれやん、あのこう繋がった港の中やん、うんうん、ぐる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 回ってるんでしょうね。回ってるでしょうね。さっきから何回も言うけど、多分群れ小さいっちゃろ、ちっちゃいと思う、うん、コンスタンスにパンパンパンって当たらんもんで、うん、こうもう群れの 回ってくる街みたいな感じになりよる、多分そうなりよると思う、うん、ゆえなかなかヒットシーンが確実なものが取れません。ですよね、さっきからそうよね。そうよね、確かに。ちょっとで油断して、ね、うん、カメラ置いて竿を出してたら釣れるみたいな、そうそうそう、おいみたいな。あ、見
投目は当たりませんでした。そうよね、なかなかこうハイシーズンの入りの感じを感じよるけど、うん、まだまだかなっていう印象はある。でも年末の調査行った時よりはやっぱ上がってきている、そんな印象。上がっ徐々やろ、クッとこんな感じやろ、うん、クッって、クッていかんもんね、まあ、その振り幅がないんよね。なんかこうちょっと上がったかなっていう振り幅、うん、あるけどな印象な2月中旬3月の頭にかけてビューンって言ってくれたらいいと思います。があればいいんすけどね。ほんとそれそれだけ、やっぱこまめに見ることやろうね、こまめに見て、こまめにほんと回らないけんだよね、うん、どこで引き当てれるのかっていうのが重要な感じにはなってくるけど、遠征の人はそうもいかんっていうところが、ここって決めたらそこを先に行ってね、そうよね、かもしくはもうまずめはここって決めたとこを打ってナイトで狙うならもうタンタンタンってランガンするしかないかなっていう、そうね、現時点での印象。弾丸もきついけんね、うん、昼間そうね、ナイトそのマズメからナイトって限られるとびっくりしちゃう。多分難しいかもしれんね、一箇所粘りとかなってくるんやな。日数があるとゆっくり時間をかけて見れるけど、ね、1泊2日とかで来るのであればもうその場所だけみたいな感じになってしまうわけね。となるのも厳しいしもったいないっていうのはあるかな、うん、多分それもあると思いますけどね。当たらなくなったこれあれや、あるあるや、あるある、あの向けるとあの当たらないっていう、我々の班のあの宿命じゃないけど、そうこういうのなんて言うんやったっけ、なんて言ったっけ、でこういう風にワードも出ませんと、あーワードも出なくなりましたもん。トークも面白いこと一つも出ません。我々がやるべきことは何なのか、釣るしかありません。もう釣るしかない、うん、トークを出すしかありません。うわもうずれてるし。ずれてるっていうことはこれ違うよ、当たりじゃなくて勝手にずれてるだけ。おもうダメじゃん。ダメなやつということで、あとワンカッターし、まあ、まあね、魚が回ってくるのを、うん、回ってくるのを待ちながら、もうちょっとここで来たばっかりなんでね、うん、やっていきたい、頑張ってみましょうか。はい、はい、頑張ります。どうした、来た来た来た、嘘、ほんとほんと、これガチですか、ガチガチガチ、いやいや、ええ、いや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 、大きいじゃない。あ、いや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 、あ、魚でした、はい、はい、いきますよ、あ、上がる、あ、いいよ、うら、来た、おお、うわ、うら、お、来た来た、しかもちょっとサイズ上がったね、待ちに待ってました。え、あれから移動してきましたの下りから結構かかった、ね、かかった、ちょっと今ね沈めてみた、あお、うん、それいいやつ、いいやつや、お、これちょっとキープしときましょうか、うん、キープしましょう、はい、なんかおるけどそうパンパンパンってやっぱコンスタンスに食ってこんよね、食ってこん、左右あぐちょー、あざーす、はい、お疲れでした、疲れした、いや、おるとはおったね、おるとはおった、全長はあるね、うん、港の中で
去年末から今年の初めにかけて港の中でそこまで大した釣果が得られんやったけど、うん、ここに来て兆しはありましたね。ありました。ということで本日の釣果なんですけどこちら。おお、尺超えてる。尺超えからの、おお、だいたい25センチから20センチ。尺超えてる。うん、いい感じ。ということで今回ちょっとルーティーン動画で撮ってみたわけですけど、まあ調査も兼ねて、調査兼ねて撮ったわけですね。うん、ちょっと南エリアの港周りをぐるぐる回って、ちょっとアジ探してみました。で、尺は超えてます。この通り。今からじゃないですか、ここも。うん、その兆しは捉えれたと思います。あとはちょっとまた後、時期的なもんか。うん、時期的なものだと思うので、これからちょいちょいおのおので調査をして、そしてどんどん撮影していきましょう。頑張っていきましょう。はい、お疲れでした。